エアトランザットはカナダケベック州モントリオールを本拠地とする航空会社である。1986年12月にケベックエアの元従業員により設立。1987年11月14日にモントリオールとアカプルコを結ぶ路線の運行を開始した。1993年には倒産したネーションエアの機材と設備を入手した。以後も 規模を拡大した結果、2007年現在では、社員数2667名、25カ国、90都市へ、定期便、国際チャーター便の運行を行い、年間輸送人員は200万人と、カナダの主要航空会社のうちの一つと位置づけられる規模になった。夏季には、ヨーロッパ、冬季には、カリブ海諸島、アメリカ合衆国、メキシコ及び南アメリカへの乗客が多い。 また、カナダとキューバを結んでおり、エアカナダは、ハバナへ就航しているのに対し、バラデロなどへ直行便がある。2019年6月に、親会社、トランザット AT インクとカナダ最大手アラインの、エアカナダの合併に関する最終契約を締結したと発表。取引は、規制当局や株主の承認を経て、条件が満たされると、2020年初頭に完了する。 予定とされていたが、2021年4月に、両者合併協議に、欧州委員会が承認しないことが明らかになり、顧客や利害関係者、業績への悪影響をもたらすことから、エアトランザット2250万カナダドルの契約解除料を支払い、契約を解除することに両者が合意したと発表した。エアバス A310 から32021年。 現在、ロッキード L-1011 トライスター。ありがとうございます。